神山さん、ちょうどいいところに。ちょっとお願いがあるんです。東雲さんから掃除道具の替えを大浴場まで持ってきてほしいと頼まれたんです。すみませんが、私の代わりに掃除道具を持って行ってもらえないでしょうか。すみません、今はちょっと。いえ、お気になさらずに。こちらこそすみませんでした。神山さん、もしかして引き受けていただけるんですか。わかりました。初歩に掃除道具を渡せばいいんですね。はい、売店に届いてますので、それを持って行ってあげてください。わかりました。それでは行ってきます。初歩はいないのか。まだ来てないのかな。風呂場から物音がするぞ。もしかして初歩か。もう掃除を始めてるのか。それじゃあ。いや、ここは声をかけてからだよな。ああ、初歩？いや、ここは声をかけてからだよな。ああ、初歩？なんでここにいんだよ。まさかと思ったけど、やっぱり風呂に入ってた。ごめん、そうするよ。掃除道具はここに置いておくからな。掃除道具？ああ、そういうことかよ。わかった。ありがとうな、隊長さん。道具を渡してやらないとな。おい、初歩。隊長、どういうつもりだ、てめえ。これは、その…わざとじゃないんだ。つまり、不幸な事故で…事故？こずらしてんじゃねえ。どう見たって不幸なのは私だけじゃねえか！ですよね。掃除道具
置いときますね。それじゃあ失礼します。失礼します。じゃあね、逃がすかよこの覗き魔野郎。ごまかせなかった上に少ししか見られず、胸。何黙ってやがる。この体をジロジロといつまでも見てんじゃねえ、この変態野郎が。この幸運に感謝を。なんて素敵なんだ初穂は。何気持ち悪いこと言ってんだてめえは。さっさと出てけ。分かってる。だけど立ち去りがたい俺の気持ちも察してくれ。初穂がこんなにも美しかったなんて。え、美しいだ。そうさ、だからもっともっと見せてくれ初穂。てんべえ、調子に乗んじゃねえよこのおたんこだ。うわあ、あが、悔いは、悔いはない。その、本当に悪かった。ただ、掃除道具を届けに来ただけだったんだ。たく、そのついでに覗くんじゃねえよ。カオルが来ると思って油断しちまったぜ。ごめん。うるせえ。とにかく今見たことは忘れやがれ。ちくしょう、なんで隊長が来やがったんだ。まったくよ。隊長さん、あ、手に持っているのは風呂の掃除道具か。ああ、初穂に渡すようにカオルさんから頼まれたんだ。あ、ありがとよ。でも随分と時間がかかったみてえだな。すまない、これでも急いだつもりなんだが。ま、いいさ、気にすんなよ。さて、そんじゃ掃除を始めるか。見てろよ、ピッカピカにしてやるからな。